ース予選競争、進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。4号艇の栗木ですが、これはスタートを踏み込みすぎた模様です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。4号艇栗木賞フライング変換欠場、4号艇栗木賞フライング変換欠場です。4番の組に関する投票権すべて変換となりますので、お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。現在ホーム側追い風が9メートル前後、川の流れは止まりました。第12レース進入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。内寄り好スタート、インから1号艇スミア、2コース2号艇加藤とスリット覗いています。一周1マーク、角から仕掛けていく4号艇の宮内、インから1号艇のスミア、バックストレッチへと抜け出しています。先頭争いはまくった4号艇の宮内、内側から1号艇のスミア一定審査、その後ろ3番手は6号艇の山本、スタートは前提正常です。一周2マーク、トップで4号艇の宮内が旋回、2番手争いは1号艇スミヤが振り切る、内側から6号艇の山本、差しを狙って2号艇加藤、3号艇桑原でホームへ取り返しています。先頭4号艇宮内、2番手1号艇スミヤ、3番手2号艇加藤、内から3号艇桑原、外から6号艇山本、二周1マーク、3番手は2号艇加藤が先制していきます。内側から6号艇山本、さらには3号艇桑原、最後のバックストレッチ、先頭2番手4番1番と抜け出していまして、焦点3番手争い、内側から3番6番2番と3手横一線に並んでいまして、最終コーナーへと向かいます。3番手争いは最内から3号艇の桑原が先制をと言ってアクシデントとなっています。まもなくゴールです。先頭4番宮内ゴールイン、1番角谷ゴールイン、6番山本、3番桑原接戦でゴールイン、5番山田ゴールインです。なお2号艇加藤雅彦、最終コーナー落水のため失格となっています。枠なり3対3第9レース、人気の中心は1番の野永瀬でした。 1,2,3 ダッシュ4,5,6 スタートしました。1号艇コースタート、1号艇野永瀬と2号艇の三浦です。さあ壁しっかりしています。1号艇の永瀬イニシアチブを握ってそのまま逃走なるか、3号艇握りが届かず2号艇刺して追走、逃げ差し争いになるかと思われましたが、回ってからしっかりと船向いていた1号艇です。そして後方ではアクシデント発生、6号艇の加藤にアクシデントが発生しています。スタート正常からレースは1周の2マークへ、先頭は1号艇の野永瀬、その後ろ潜り込んだ2号艇三浦を回してから差しハンドル、3号艇のストーとなっています。ストーがさばいて2番手優勢、3番手2号艇の三浦、上位1番3番2番、その後ろ5番4番続いています。なお6号艇は1周1マーク、アクシデントで失格です。スタート天地さんは並び体型からの写真、インから1番5番2番ダッシュ3番4番6番です。スタートしました。2号艇の宮地、そして外では4号艇の島田、内は1号艇のクラウ、いいスタート、1周1マーク、1号艇のクラウが逃げる、2号艇宮地、外は4号艇の島田、バックストレッチ逃げる1号艇のクラウが先頭、2番手2号艇の宮地、外は4号艇の島田、2番手争いです。3号艇前で6号艇の佐藤が一定審査、5号艇の村上最後方、スタート正常でした。1周2マークの旋回です。1号艇クラウの内クラブ、3号艇の前で外、2号艇の宮地直線構成、6号艇の佐藤持ち入っていきます。おっと1周2マークで一定アクシデントがありました。バランス崩したか、一定アクシデントがありました。4号艇の島田にアクシデントか。レーサー2周目、2周1マークの旋回です。1号艇のクラウ、そして2号艇宮地、6号艇の佐藤、さらには3号艇の前で2番手は2号艇の宮地です。3番手が6号艇の佐藤、4番手3号艇の前で、その後ろが5号艇の村上、4号艇の島田はアクシデントがありました。失格となっております。シリーズ最終日第9レース一般競争、進入体系インコースから1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。確定1周1マークへと向かっていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中となっています。
お知らせいたします。1号艇中村ヒューがフライング返還決勝、1番に関する投票権すべて返還となります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。そして6コース6号艇宮島初登場松尾さとみ、3対3でインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしまして、ばらけたスタート、2コース4コース2号艇4号艇好スタート、インコース3コースはへこんでいまして一周一幕、それでも1号艇伸び返した先前ミナクチを2号艇刺して浜田、2番差しで4号艇オアシが続いてバックストレッチ、さあトップ争いは差し合戦、2号艇浜田の内からへさきをかけて4号艇オアシ、そのすぐ後ろで2艇審査1号艇のミナクチがつきまして、スタートは正常でした。一周の2マーク先取りは4号艇オアシ、そこにつけまいです。2号艇の浜田がタイトに突き握って回るが出口でバランス崩した、内を救った1号艇の水口がトップに出ました。3艇身2番手2号艇浜田、3番手4号艇オアシの1二4、すぐ後ろには5号艇3号艇並んでつけて、今2マークで1艇アクシデントがあった模様。2周の1マークトップは1号艇水口で、2番手 外前2号艇浜田、くるっと4号艇オアシが続いてバックストレッチです。6号艇の松尾さとみは1周2マークでアクシデント失格となりました。進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。やや目立ったのは3コースから3番の秋田、1コースからは1番の小金井と地元勢、3コースから秋田がまくっていく、小金井残せません。一気にまくりきった3番の秋田が先頭を抜け出します。それでも1番の小金井は残して2番手の位置、その後ろは外から5番の加藤、内をついては4番吉田が続く展開。さあ2人が2番手懐を狙ってきた。スタートは前提正常でした。2番手内から4番の吉田が先頭を取る、外から攻める、小金井はちょっと振り込んでしまった。2マークでアクシデントが出ています。レースはこれから2周目に移ります。なお1番の小金井は転覆のため失格です。1番の小金井転覆失格となりました。11レース進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。ダッシュ勢揃って好スタート、角から4号艇小林トップスタートを切っています。一周一マークです。角からまくる4号艇小林、まくり雑誌を狙って5号艇の鈴木がちょっとバランス崩していまして接触がありました。3艇が絡むアクシデントとなっています。先頭4号艇小林、2番艇6号艇奥平、3番手が2号艇の前澤。スタートは前提正常でした。一緒にマークトップで4号艇小林が旋回、2番手2号艇前澤が先制、内側から刺して6号艇奥平、褒め取り返しています。なお5号艇の鈴木武史、妨害のため失格、1号艇渡辺武郎、沈没のため失格、3号艇福島祐希、落水のため失格となっています。人気は1番宇田川から相手候補2番浦田、3番富澤上がっています。 1,2,3 ダッシュ4号6スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中です。お手元投票券は大切にお持ちになっていてください。内寄りで早い手があったようです。ここでお知らせがございます。フライング手がありました。第5レース1号艇宇田川真一フライング返還決勝、1に関する投票券は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちになっていてください。人気は1番黒柳から2番野永瀬、 1,2,3 ダッシュ4号6スタートできました。若干ですが2号艇がへこんだスリットとなっています。1コース3コース好スタート、1号艇黒柳相馬逃走なるか、握った3号艇のイクマですがブロック、間狙って5号艇浦田、あとは小さく刺した2号艇の永瀬です。そして3号艇にアクシデントが発生しました。3号艇アクシデントで失格となっています。内側から1番2番4番5番6番3番です。今スタートしましたろ。コースは早いです。3号艇の竜締めていくんですが、このスタート問題がありそうです。お知らせいたします。3号艇の竜はフライングのため返還決勝、3号艇はフライング、3に関する投票権は大切にお持ちくださいませ。
水面上はシリーズ2日目の模様をお送りしています。ボートピア名古屋解説15周年記念競争、今日のレースは終盤戦に移りまして、水面上第10レース予選特勝の争いです。なおこの10レース六本亭の山本圭志郎は欠場です。したがって5選手による争いになります。10レース対戦メンバー5名です。2対2対2あるいは4対2進入インクラ、1番6番スタバン4番ダッシュ3番5番です。スタートしました。1号艇佐藤のタイミング際どくなっています。1号艇佐藤のタイミング判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。ただ今のスタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。バックストレッチ2号艇の村上と4号艇の安コーチが先頭争い、5号艇の渡辺、そして6号艇の村上、1号艇の佐藤ですが、ただ今スタート判定中。お手持ちの投票券大切にお持ちください。一周2万から直線コース、ここでお知らせいたします。1号艇の佐藤フライング変換決定です。1号艇佐藤に関する投票券すべて返還払い戻し、お手持ちの投票券大切にお持ちください。平田、飯田、中澤、小野、滝川、松尾の並びスタートしました。ばらつきました。スリット体験は1号艇3号艇5号艇がわずか除いていますが、ちょっと踏み込んだ一勝一マークに向かっていく先前する1号艇握っていった3号艇、あとは4番2番でバック側に入りますが、さあここはお知らせいたします。3号艇の中澤ひろなはフライング変換欠場となってしまいました。1番2番3番4番5番6番の並び2秒前スタートしました。一般競争の第9レース、1番ちょっとへこんでいます。2番が出ていく1マーク、それでもインから先前は1号艇の岡村雅也、さして2号艇の沖島博一、2号艇の沖島博一が前、スタートは前提正常でした。先頭2号艇沖島、2番手は1号艇岡村、5号艇小池、そして4号艇の河野と並んだ状態。2マーク、トップで2号艇の沖島折り返します。握ってまた1番あっとちょっとアクシデント発生、先頭は2号艇の沖島博一です。そして2番手4号艇の河野文明、3番手に5号艇小池君雄、その後ろに3番6番と続いています。なお1号艇の岡村雅也転覆のため失格、1番が転覆失格です。大外は地元6号艇のマトリコータ、3対3のスタイル内から1番3番5番2番4番6番の進入でスタートしていきました。内の艇がスタート踏み込んでいきました。1号艇3号艇しっかり出ていって1マークへ向かいます。最初に1号艇旋回、3号艇差しに向く、5号艇まくり差しに向いたところで向こう正面は逃げた1号艇の船岡リードしました。早くも主導権を握った船岡、その後2番が追い上げてきた森岡と、外は3号艇井内、5号艇岸本が接戦になりました。スタートは前提正常、2番手争いは2番と3番セルハマって2号艇流れましたが、3番シーソクアクシデントになりました。展開ついた5号艇の岸本が浮上、前は先頭1号艇の船岡、追走5号艇の岸本、3番手争いに4号艇佐々木、2号艇の森岡となっています。その後が6番のマトリです。なお3号艇の井内が1周2マークで転覆のため失格ですが、後ろまたアクシデントが起こっていますが、先頭から現在1番5番2番の順、先頭から1号2の体系で3艇が構想して今2マークを旋回していきます。なお6号艇が妨害失格、6番のマトリが2周1マークで妨害のため失格、4号艇の佐々木は転覆のため失格となりました。6番の中野がアウトコース6コースで枠なり3対3です。ドラド決め球6レーススタートが切られました。さあ1周1マークへ向かう先行争いとなっている第1ターンマークへ向かいますが、スタートは判定中となっています。スタートは判定中となっています。内から1号艇和田逃げる、バックスレッチへ出た、あとは内3号艇武藤が刺してきて、あフライングがありまして、6号艇中野がフライング、6号艇中野がフライング変換決勝となっています。6番に関する投票権はすべて払い戻し変換となりますので、お手元の投票権大切にお持ちください。
6コースか6号艇地元新人坂本で幕下り3対3ドラドキ58レーススタートが切られました。1周1番から向かう先行争いとなっています。2コースから2号艇菊池がまくるか、なおスタートは判定中、スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。スタート判定中フライングがありました。5番の黒崎がフライング返還決勝です。5番に関する投票権すべて払い戻し返還となってなりますのでお手元の投票権は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4番渡辺に5番の佐久間、陰線1番の田辺好スタートですが角から4番は渡辺が絞っていきましてスローゼを潰しておっとひっくり返る形になったのは2番の大塚、転覆状況になっています。バックに入っていきまして4番渡辺が角からまくって先頭、3停止3、2番手には1番の田辺、2停止に離れまして5番の佐久間が3番手、6番宮内4番手、3番寺島が5番手、スタートは前提正常でした。そして2番の大塚転覆失格となっています。ボートレース江戸川の第43回大江戸賞シリーズ5日目は後半戦です。川の流れも出始めまして2マークから1マーク方向の上げ潮になっています。一般戦第7レース対戦メンバーは1号艇桑島和弘、2号艇加藤正彦、3号艇は欠場です。4号艇田辺良造、5号艇渡辺武郎、6号艇片岡大地、以上の5選手です。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3番山田と外側6番栗木がいいスタートで1マークへと向かっていきます。1番渡辺の陰線です。4番の山久が内側をついていくまくってきましたのが3番の山田でバックストレッチです。インから振り切っていきそうです。1番の渡辺がわずかに前です。差がない2番手には4番の山久、その外側からは3番山田、内側をついては6番の栗木、やや離れまして2番戸塚と5番の鈴木、スタートは前提正常でした。1周2幕トップ旋回は1番の渡辺、そして2番手ですが6番栗木を外側から4番の山久が叩いていきまして2番手、そして1周2幕回るところでは3番の山田が転覆状況になりました。現在の体勢1番4番6番の体勢でレースは2周回目に入ります。3停止差5番の鈴木が4番手、そして5番手ラストになります2番の戸塚で2周回目の1幕です。1番の渡辺、4番の山久、そして6番栗木と回っていきまして2周1番からバックストレッチへと抜けていきます。1番4番6番の体勢です。なお3番の山田、3番山田は転覆失格となっています。2対4インコースから1番2番4番5番6番3番です。スタートしました。バラバラのスタートになりました。1号艇の森永スタートを決めていますが3コースから4号艇の森安が出ていってまくっていきました。インから懸命に回る1号艇の森永ですが引き波をなぞってその外を5号艇の丸尾、4号艇の森安、4号艇の森安が先頭、スタートは前提正常でした。2番手に残している1号艇の森永、3番手5号艇丸尾の内側に6号艇の内田がやってきます。さあここは1号艇がアクシデントとなりました。1番にアクシデントです。4号艇の森安が抜け出して2番手が5号艇の丸尾、6号艇の内田が3番手、なお1号艇の森永隆は落水のため失格、1番は落水のため失格となりました。インコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。5コースから6号艇の森野がまた鼻を切っていきましたがその内艇も伸び返していく1周1マークです。1号艇の浜崎がイン先前で2コースからの差しは2号艇の清水、2番差しは3号艇の竹重、さらには6号艇の森野向こう正面に入っています。2号艇の清水、2号艇の清水が一歩前、スタートは前提正常でした。なお1マークはアクシデント発生、5号艇にアクシデントです。2マークトップで2号艇の清水が折り返し、続いて3号艇の竹重、外に続く1号艇の浜崎、上位の体系2番3番1番で2周目に入っています。なお5号艇の小宮敦は転覆のため失格、
5号艇は転覆のため失格となりました。準優進出をかけた予選の戦いも残すカードはあと2つとなりました。これから海面ライダー8ビート第8レースを行います。1号艇長崎の榎木浩二、2号艇福岡の三河孝明、3号艇広島の麻生慎介、4号艇山口の森脇徹、5号艇福岡の丸山優也、6号艇広島の加藤正幸、以上6名による対戦。本番も外の2人が入れ替わって1、2、3、4、6、5の並びです。現在気温は29度、依然ホーム斜め向かい風の中での戦いで、インに入る1号艇榎木浩二が人気の中心となっています。現在得点率は 6.80、 ボーダーがやや高めなだけに、ここは5着6着は避けておきたいところ。インから逃げ切ってポイントアップを狙います1号艇榎木。2コースに地元2号艇三河孝明、そして3コースが人気対抗3号艇の麻生慎介。ここまで2勝をマークして得点率は4位と好成績です。引っ張って角の位置は4号艇の森脇徹、すぐ隣5コースは6号艇加藤正幸、そして大外に地元の新人5号艇の丸山優也。3対3で1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。あまり差がないスタートになっていますが、かなり早いスタートがありました。ただいまのスタートにおきまして複数艇のフライングがあります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきまして複数のフライング艇があります。投票券はどうぞ大切にお持ちください。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして2号艇三河、3号艇麻生、4号艇森脇、5号艇丸山、6号艇加藤、5艇がフライング変換欠場となっています。従いましてこの8レースはレース不成立となります。この8レースは5艇がフライング変換欠場となりました。従いましてこのレースは不成立となります。お手持ちの投票券はすべて発売額と同額で返還いたします。どうぞ大切にお持ちください。重ねてお知らせいたします。この8レースは5艇がフライング変換欠場となっています。従いましてこの8レースはレース不成立です。投票券はすべて発売額と同額で返還いたします。どうぞ大切にお持ちください。お客様に重ねてお知らせいたします。ただいまの予選競争第8レースは5艇がフライング変換欠場となりました。2番3番4番5番6番と5艇がフライング変換欠場、従いましてこの8レースはレース不成立となります。投票券はすべて発売額と同額で返還いたします。どうぞ大切にお持ちください。そして6コース6号艇の表健太、一般競争進入5艇第7レース、スタートしていきました。3番5番あたりが少し遅れたスタートになっています。1号艇2号艇4号艇3艇並んで1マーク、最初に1番2番4番と競ってしまってもつれているところ、3号艇が指して2番手につけるマトリ、トップは1号艇の武田、追走は3号艇のマトリ、その後5番4番6番と追走します。2番はエンスト中です。スタートは前提正常でした。1周目2マークの旋回、1号艇武田が旋回、3号艇のマトリが握り前で先行という2マーク2番手になりました。5号艇の沼田が3番手を走って体型は1番3番5番の順、後ろは6号艇4号艇となっています。
まだ2号艇はエンストというところで1マークのバックスレッジ側にいるんですが、それを避けながらという動きになっていく確定のターンです。トップは1号艇武田、追走は3号艇のマトリ、そして3番手は5号艇の沼田、後ろ6番4番となっています。なお2号艇の高木ですが1周1マーク沈没のため失格となりました。